続、三国史演技。四章、初戦。第四十回。両王柴竜は夫人をやりて関とわす。猛勘が軍営に帰って平和を転庫してみれば、その半数ほどを失っていた。 もはや族との対峙は難しく、悶々として悩みは深まる一方であった。今や胸族は心出しを得て跋扈し、我らは平定できずにいる。どのように対処すべきか。両王ゆうの問いに猛刊が応じる。そもそも、 帝京の遺跡は久しく中国のわいでありました。これは我らが退治している京族どもに限ったことではありません。古来、偏京の遺跡を休んじた領将は、天使の命令を受けたその日から便宜に従ってことを行い、御託を敷いて反感を和らげ、時には威力をもってその反乱を制圧し、 乱りに遺敵を追い詰めず、時儀を見て鼓動を行ったのです。そのため、超重国、深い死たちはいい気に光明を立て、強制を誇る遺敵を長く屈服させて、法名を後世に伝えたのです。我らが退治する藩族は、兵位を誇って非道を行い、兵力で制圧し難いものがあります。 遠来の軍勢を率いる我らは、三夜を抜消して河川を渡った客も同然。藩族は暗逸にあって園来の我らを待ち受け、この地の主として堅守しています。我らの率いる軍勢は数に限りがあり、日が経てば軍勢は追いつかれます。 その軍勢で、族と力を比べても、玄野に白骨を晒すに終わりましょう。我らは、積極的に戦ってはならぬのです。超重国は、漢の頃に、強度の侵入を防いだ将軍。百聞は一見にしかずの孤児で知られる。深い死も漢の人。聖域のローラン。 記事に使いして服属してしめた。芝生の長子を務める夫人が盲観の意見に和して言う「昔漢の公訴劉邦の知性長領と鎮平がその軍師を務め軍勢には英布、宝越、宗信、周没、横領、反界といった 企大の優勝が居並んでおりました。それでも、強都と和親の役を結んだのです。それより以降、帝王であって、高祖の潜みに習わなかったものはおりません。長剣、祖父たちが京都やその他の万家の使者となったのはこのためです。愚剣によりますと、聖伐の牢を取る他にも、 民を休んじる方法があろうかと存じます。長剣は前官武帝の命を受けて大炎への使者となった。祖父は郷土への使者となり、二十年にわたって抑留されても説を曲げず、後に帰国した。その方法とは、つまりどのようにすればよいのか。芝犬の問いに、 夫人が五を継ぐ。冠の酵素にならい、両国の和により、民の冠を除くのがよろしいでしょう。ゆうとて全くの愚痴ではない。俗軍との講和は、幾度か脳裏に浮かばないでもなかった。さらに続けて問う。 はどのような手段でもって、強族との輪を整えるつもりか。遺敵の類は、羊や犬と変わりありません。恩を与えてやしないば、福祉従い、招き呼ばれれば、寄ってまいります。棒で殴って言うことを聞かせようとすれば、逃げ走り、追い詰められれば、噛みつくものです。胸族とて、平定しようと兵を出せば、 あらがって従いはしません。個人の言によれば、力によって人を屈服させては心腹を得られず、徳によれば中心より越服すると申します。愚犬によれば、まず真が、胸族の本拠地の慶應におもき、その動静を探って参るのがよろしいでしょう。胸族も性晩年を失い、 式はかつてほど古るいません。それを逆手にとって利害を解きます。応じるようであれば昭和し、応じないようであれば、先の母妖会各限度のように官職を与えていぶし、大臣の反平とするのがよろしいでしょう。これは、義行が重敵と和した策であり、一時の利を得るに十分なものです。 しかし、正常や皇后、最長の心は常に同じではありません。容姿と歌詞が政治をもっぱらにしており、朝廷のうちでも議論は分かれましょう。それを恐れて直命に従い、あくまで平定するにしても成功は容易ではありません。母妖怪は、 戦辟族母謡部の首領。儀皇は春秋時代の真の大夫。当皇の頃に三重が和を求めた際にそれを入れるように勧め、これにより真は覇者となる国力を培った。芝竜は夫人の言葉を聞いて言う。 ケの言はまさにその通りであろう。ただ、京族は狡猾で昭和に応じまい。その上、ケは我が伏神であり、慶イに行けば不測の事態も起こり得る。自ら行くことはあるまい。んが行くのでなければ、我らが恐れ疑っていると思われ、意図を看破される恐れがあります。 共賊のやりようを見るところ、必ずや、うちに知恵者が潜んでおりましょう。そうであるなら、和親を結ぶにせよ、結ばぬにせよ、必ず、礼をもって信を偶するはずです。ぜひとも、慶応に使わせていただき、この目で、共族の虚実を探ってゆきたいと存じます。 ついに芝生も婦人の議論に従い、慶陽への出資を命じた。それより婦人は旅装を整えて慶陽への道につき、芝生は数人の従者を選んで同行させた。婦人は慶陽の城下に至ると、城に先触れをつかわす。 両王の長子の夫人が面会を求めております。軍師の報告を受けると、龍縁は諸葛仙羽長貧に諮る。我らと対峙する真の両王が、理由もなく死者を使わすことはあるまい。目的は何であろう諸葛仙羽が答える。いわゆる接客です。 この地に来たのであれば、礼をもって偶さねばなりません。主公はまだお出ましになってはなりません。それがしどもが応対して糸を探り出しましょう。長品は諸将に命じて縦走させ、一列三十四人の座を定める。その後に城門を開いて、夫人の一行を迎え入れた。 創建の礼を互いに終えると、それぞれが次女に従って主客の座に着く。大夫がこの地に足を運ばれたのは、どのような理由でしょうか我らを外旋と来られたのか、または利を運んで来られたのか開口一番に商品が問い、夫人が答える。人義のために、まかり越しました。 その点では、あなた方に利を運んできたと言えましょう。決して害をなすつもりはありません。お話を伺いましょう。将軍は時世を知出しておられましょうが、戦をなす利と戦をやめる利のいずれが大きいでしょうか。夫人の問いに諸葛戦雲が答える。兵は狂気。 戦は記事、人が好むものではありません。ただ、戦が全く耐えることもまたありません。感情がある以上、戦は起こるべくして起こるもの。無理に止めようとすれば、心に抱えた憤憫を晴らすこともできません。戦うことで、憤憫を晴らす理を得るのです。 これは、時世がしからしめるにすぎません。国土の落葉から、この地までは数千里も離れておりましょう。その反論を嫌わず、我らを欺きに参られたのですか。この戦は、やむを得ないものなのです。お言葉ですが、そのお考えは誤っておりましょう。 我が大臣の正常は近頃将軍たちが我が神経の血を乱すのをおりになったがゆえ、回復を図って将兵を使わし、将軍たちと戦を交えたのです。戦はあくまで決断を迫られた大臣にとってやむを得ないものであり、ことを起こした将軍がやむを得ないという筋ではございますまい。今、万民が途端の苦しみにあいぎ、 三軍は兵人により野に屍を積んで、道に国政が途切れないやり、ま、我が両王はそれを心に忍びず、将軍に挙兵の由来を尋ねさせるべく下官を使わされたのです。ああ、ですか、右兵ですか、報復ですか、排斥されて心出しを得ないことですか。何が挙兵の動機となったのかを教えていただきたい。 朝廷が正せるものであれば、下官が入庁してその旨を上奏し、その動機を解消したいと考えております。それを聞いて、超品が口を開く。あなたに欺くつもりがないのであれば申し上げよう。我らは共に食感の真である。 我が公主龍禅は、聖職に官の宗氏を守って決闘を保ち、決して過失を犯さなかった。しかし、信仰芝将は、義の実権を奪って職に侵攻し、我が職官の領地人民を奪い取った。このことを我らは忍び得ず、挙兵して、歴代官邸の礼を報じると決めたのだ。 古より滅びなかった国はありません。右王の家、東王の印はすでに過去の闇に消え去り、衆は失われて戦国の世を統一した秦も艦に滅ぼされました。今やその艦の国運も衰えるに至り、艦帝、霊帝は政治を捨てて帰りみず、ついに 義が寛の禅城を受けることとなったのです。それがどうしてしばしの都がでありましょう。諸葛仙羽がそれに応じる。義が寛を散脱したとはいえ、我が仙手劉備は、諸に都を置いて寛の血統を保ち、東後は江南によって義といえども信仰できませんでした。芝居。 しばしの親子は、義弟を補佐すると偽って実権を奪い、聖職と党がその罪を問わなかっただけでも幸いとすべきところ、いたずらに兵を起こして、隠蔽の剣を越え、ついに我が国家を滅ぼしたのです。しばしにより引き起こされた恨みは、まだ注がれていません。幸いに、 天は漢の血統を断絶せず、我らは漢の幼い大使を伴って難を逃れ、帝京が治める北地に食漢を再興し、大義を掲げて、故国の地を回復し、漢帝二十四代の霊を祭り、我が食漢の先主、公主に、血色の祭祀を捧げようとしているのです。義の信仰に際して、 食感が剣革を剣守したため、当該は隠蔽から生徒盆地に進行した。隠蔽の剣を超えはそのことを指す。食感の講師は安楽港に報じられ、親子共に爵位を受けて食感の祭祀を楽ように保っておられます。どうして官の祭祀が耐えたなどということがありましょうか 婦人の論に妖流が爆する。孔子は今よにして孔子という幹物を信任し、孝州の名言を入れて国を失うに至った。真の諸侯として生き残ったとしても、真価であるに過ぎない。実に我ら食感の威信の恥じるところである。今や我らが要する孝子は人命英武にして、 食感の行を最高線と誓い、高祖竜邦の病を奉じておられる。我らは、反逆の族となどではない。新種、敬意を奪ったなどとは、比例千番である。夫人が話柄を変えようと図る。少子とは、どのような御人でありましょうか。公主の着手。 生命は流炎、あざなを限界と申される。今はどこにおられるのでしょうかその問いに張品が答える。今は信州におられる。ここに至って夫人も問うべきことがつき、それでもしばらく間を置いて語を継いだ。そうであるとして、つまり、 将軍たちの求めるものは何なのですか行進が応じる。それぞれが心を尽くして艦に尽くす以外のことは、我らの預かり知るところではない。夫人が見回すと、一座に居並ぶ面々は、いずれも最小小水の面構え。その言葉は官への忠誠に溢れて、 英雄の風格があり、生中の人物ではない。ただ和親を結んで戦を交えてはならないと思い、重ねて問う。つまり、将軍たちのお言葉によれば、勘の行を回復すべく東の洛陽に向かって軍を進め、大臣と天下を争われる、とおっしゃるのですか 朝鮮が進み出て答える。それこそ我らの本会である。その言葉を聞き、夫人が号を継ぐ。愚犬では、それは時期尚早かと存じます。天の時と地の利、それに人の和が見した後に、大事は初めて成し遂げられるものです。しかし、伺ったところより考えれば、奇数はいまだ見しておらず、 天の時が来ておりません。また、わずか二軍を奪ったところで我らと苦闘しており、さらに地を広げることも容易ではありますまい。これは地の利が固まっていないことを示します。さらに、我らは帝京の地に入るまであなた方が肝心であるとは知りませんでした。各限度を失っては、組みする胸族も多くはありますまい。 これでは支配している地域の者のしか従わず、その他にあなた方を慕って従う者はおりません。つまり、人の輪がまだ広がっていないのです。この三つのうち一つも得ずに力を頼んで強弱を争っては、天地に逆らって人心を失うだけのことです。諸君の論もその理は同じです。 臨機にことに処する分には、剣謀をもっぱらにするのもよいでしょう。ただ、大事を成し遂げるおつもりであるなら、天の時、地の織、人の輪が整う後日を待ってことを行い、巧妙を立てられるのがよろしいでしょう。夫人がそう言うと、あとは縁尹となって勘を尽くし、その日は三回となった。 翌早朝、夫人は城に入ると長品に射して言う。下官は、ここに将軍たちと和議を論じに参ったのです。皆さんより伺うところ、官の祭祀を報じる地を得ることが望みとあれば、下官は軍営に帰って領に申し上げ、各、場、 炉の三部の土地を割いて龍界、流玄海を観光に奉じ代々官の祭祀を守って、互いに信仰しないよう、朝廷に上奏することを願い出ようと思います。それが許されたとして、刑はどうされますか配下を起こして、絶刀を継がせることは、古来より正徳の行いとされています。 大夫にそのように取り計らっていただけるのであれば、我らはそれに従いましょう。劉霊が進み出てその後を継ぐ。各、場、炉の三部の地は、すでに我らが占めており、真の所有ではない。この二軍の地だけで満足するのは、あくまで真との間に和をなさんがためのこと。 これまで少子を老して切り取った神経の血を捨てるに等しい。このことをよくよくお伝え願いたい。その言葉に頷くと、夫人は厳ビを返す。諸葛仙羽がそのたもとを取り、顔を近づけて言う。昔、聖の観光は、K の国と A の国を復興させるのに、その末裔を立て、 千年の後に至るまで功績を称揚されました。また、その平王は、真の国君を福井させ、蔡の講師を立てました。その恩徳は、万古の末まで歌われています。ことの聖妃は大夫次第、よく、我らと真が、共に恩恵をよくせるよう、善言を尽くしていただきたい。 正の観光は敵に破られた K と A の国を再興させるにあたり、それぞれの国君の血筋のものに継がせた。また、その霊王は陳と蔡を滅ぼしたが、霊王が国外に出ている間に国を奪った平王は、それぞれの国を復興させた。ここではそれらを美談とし、触感の講師を立てて、 その後に続くよう求めている。夫人はついに、慶葉を立って芝生に復命した。神が慶葉の城に入ってみるところ、死亡者は、蝶貧と諸葛仙悟の二人です。彼らは人中の竜。 力を争って勝ちを拾える相手ではございません。その上、聖晩年が戦死したとはいえ、劉霊、古圓岸、陽光法、長慶の勇猛はおさおさを取らず、さらに、長日、高心、古圓友、長鮮など、二十数人はいずれも連達の昇水。五個大将の末裔として、父祖の代より戦場での生死を共にしており、 いずれも凡用の章ではありません。その上、副将たちも勇猛にして勇士にことかかず、にわかに鎮圧することは難しいかと存じます。それなら、どのように胸族を制するつもりか。軍を引く代わり、彼らに爵位を与えて二軍の地を裂き、代々変則を守って天使の藩兵となることを訳させました。 殿下はどのようにお考えですか都市と人民は全て正常のものである。子が余人に与えることなど許されぬ。彼らが寄る地は中華の生きがい。大臣の土地ではなく各限度が占めておりました。幸い、各限度は長王に陸されましたが、その一族は流縁に従って故地に寄っています。 さらに、その土地は荒涼たる原野であり、王家に従わない、提供重敵の地です。重敵は朝に服して夕に背く者。この地を得ても利はございません。流縁に与えないとして何かの役に立ちましょうか。二軍の地だけであるならよかろう。他の地を与えることはまかりならぬ。 真もそのように考えております。我が中国の内地を彼らに与えることは許されません。朝廷も到底許さないでしょう。しかし、元門、以北、定城、異生であれば、すべて共賊の地ですから、ひとまとめに与えてやり、恩恵とするのがよろしいでしょう。いわゆる、無益なものを捨てて、有益なものに変える、というものです。 彼らには、軍を引く代わりに土地の支配を認め、神経の地を変換させます。そうすれば、大王はその地を取り戻した功績を認められましょう。万一、さらに土地を要求してくるようであれば、先に鎖国城一帯の地を手に入れましたが、鎖剣王が亡くなったために、遊部の流氷というものが収めて、実質は無主の地となっております。 この地を与えてやればよいでしょう。龍園がこの地に都を置いて、大臣はそれを奉じて観光とし、観の祭祀を保たせれば、大臣は亡国を保ち、絶家を継がせる人徳を全うし、壁園の地を和して民を休んじられます。龍園たちが代々大王の恩に感じ、 長らく辺境の藩兵となれば、また美徳となります。元門以北、帝上異性というが、帝状軍は元門の北にあたるため、あまり意味がある語ではない。実際には、頂上の外と同義と考えるのが良い。柴竜は、 凶族の地と神経の地を取り替えて功績とできることを喜び、ついに和議を決めた。芝犬は翌日再び夫人を慶洋に遣わし、蝶品たちと和議の内容を定めさせることとした。下貫は帰って両王にまみえ、つぶさに事情を申し上げたところ、両王はを信じにならず、 俗称たちは先に真の昇水を切って城を奪い、官兵を戦場に殺した罪はすでに深く思い。今や大軍が運襲し、優秀、遠州、紀州、大北、河官、長安の六路の兵がこちらに向かっており、非ならず到着するであろう。まして、長王は一戦して各玄土、馬乱、露水を滅ぼしたにもかかわらず、 古には尺寸の功績もなく、俗と和を結んではな内外に大臣の弱を示すこととなろう。朝廷に咎められることは必要である、とおっしゃるところ、将軍たちの挙兵の動機を再三再四ご説明し、ついに両王もまた中心義士であると感じられ、土地を惜しむものではない。 呂の意見に従って朝廷に上奏し、劉玄界を観光に奉じて各限度の固地をことごとく許し、長く官の祭祀を奉じさせよ、との仰せです。下官は両王の命を奉じて詳しいところをご相談に参った次第です。将軍たちはどのようにお考えですか夫人がそう問うと、 商品が答えないうちに流霊が進み出る各限度の小地は久しく我らに属し住民たちは我が弟の限界を主として受け入れている今更我らに与えると言われたところで嬉しくもないこれは虚職の恩を与えて我らを愚弄するものであろう先に逮捕に面と向かっていったであろうに 我らが切り取った新州、慶州を与えないのか下官もよくよく考えました。今、我らが争うところは新州、慶州です。これより和を成そうとするのであれば、互いに譲るところがなくてはなりません。我が新兵は数十の戦いにて、落命する者は十万を超えており、和議にあたってお望みの通り、 信州、慶州まで許しては、両王も罪を負うこととなりましょう。それでは、両王は将軍たちに陥れられたも同然となります。古縁岸がそれを聞いて言う。信州、慶州、陽州は、早番に我らの優に行きする。新朝が軍勢を使わせてこの地を争おうとしたところで、勝敗はまだわかるまい。 和議を結ぶのであれば、京陽の一軍を返還するとしても、信州を我らの都とすべきであろう。肝心を胸族の地において、家を意と同じく扱うとは、道義においていかがなものか小水たちが信州と慶州の返還を概演じないと見ると、夫人は実情を語り始める。下官も、 努めてこの点は申し上げ、元門以北、帝上以勢の五百里に左剣王の故地があり、現在は信用の霊下に置かれています。この地を咲いて都として、官の血統を保てば、年は中国のうちにあって、将軍たちと朝廷のいずれも受け入れられるものと考えます。それで、ご了解いただきたい。大夫は行為により、 新朝と我らの和議を結ぼうとされている。滅多なことはおっしゃるまい。諸葛仙羽がそう言うも、古圓遊が反対する。我らが百戦していた新州、慶州への地を返還するのであれば、聖書を出して長く互いに信仰せぬと誓い、意訳できぬようにしておくべきであろう。それより、 意義百出して、ふんふんたる議論が起こった。長貧と諸葛仙雲は諸将と共に席を外し、二人の所見を次のように言う。新州、慶州の地は苦戦して得た土地だが、漢中に隣接して新の大州である陽州、領州に近い。新朝の人材はなお多く、 信州と慶州の活譲を求めてもそう簡単には応じるまい。さらに、周囲には大軍が駐屯する重鎮があり、その地を得たとしても安寧を得ることは難しい。一朝に関係が崩れて、真に襲われる恐れもあり、上策とは言い難い。今はひとまず提案に乗るのが当座の策であろう。 少将はそれでも不満が拭いきれず、長品に問う。二慶の貢献は何によって得られたのか慶らは主催に考えておるまい。これはまさしく、超死亡が、高祖劉法に交うより命じられた法中への法を受けるように進めた策と等しいものだ。鎖国城に拠点を置いて三世の王となり、 人材を集めて兵馬を整え、一朝に挙兵して、むしろを巻くように中元を定めればよい。三世の兵は強く、馬にも恵まれており、準備を整えるに足りる。たとえ中元が乱れても、その影響を受けることは少ないだろう。長品がそう言うと、署長もその意見に服した。 商品と諸葛仙は席に戻って夫人に言う。二度までご足労をいただき、感謝に耐えません。諸将の言葉を忘れていただければ、公人、これに過ぎるものはありません。すべて、大夫の議論に従い、兵を治めて、両王からのご連絡をお待ちすることといたします。大夫のお言葉の通りであれば、我らはそれに従いましょう。 左術を老して闇討ちなどとは、夢めお考えにならないように願います。夫人もその言葉をうめなって言う。ヒップすら一択を重んじるものです。大神の信号が闇討ちなど考えもつきません。闇討ちなど恐れるにも当たるまい。 切り殺して一人も帰らせぬだけのこと、襲いたければやってみればよい。長兄が嘘吹き、長貧が取り繕う。酒に酔った射程のざれごとに過ぎません。ご放念いただければ幸いです。長貧は自ら夫人を城外に送り、夫人は自居して帰っていった。それより、 劉白魂と長藩の二将は、信州の不古の両末、平行をことごとく運び出して、龍林船に築造した新城に移し、芝生からの連絡を待つこととなった。夫人は戻って復命し、長賓たちと交わした会話の守備一遍を説明すると、長氏の一行は数万の軍勢にも勝ると、 芝竜が褒め添やした。猛刊は難しい表情で言う。超品たちの意図を推測するに、志が小さいわけではなく、おそらくは臨機の健忘に過ぎますまい。他実、右翼を生じて時期に乗じ、大臣の艦となって、数十万の兵でも平定できなくなる恐れがあります。 愚犬によれば、この機会に賊の警戒が緩んだ隙を突き、諸方より官兵は詰めて、一個のもとに打ち果たすのが良作というものです。芝犬は出征するより先行がなく、兵士を恐れていたために、早く兵を引こうとして言う。他実には他実の精度があろう。一度許した者を再び襲っては真を書く。 真を書いては人を心服させられぬ。それに、以前に数占して敗れておりながら、今になってどうしてたやすく平らげることができようか。さすがの盲観も、それ以上の孔弁は諦めた。芝竜は夫人をくように遣わして上奏し、龍園に鎖国城を与えて左剣王に奉じ、 漢の祭祀を報じる扶養国として信に親族させ、三年に一度は朝候を行わせることとし、その代わりに信州と慶州を返還させる旨を報じた。この上層が伝えられると、朝廷では議論がふんふんとして反対する者が多く出た。このようなことを認めては、 その他の番にもこれに習い、静止がたくなろう。この反論に対し、夫人は面鎮して利害を解き、神帝の芝中は是非を決することができず、陽春に諮る。陽春はそもそも凡庸の際、遠望を理解できず、当座の弁に従うよりなく、ついに神帝も上層を再下するに至った。 玉体、祈祝を整えると、見事の利を下して、龍園を左剣王に奉じ、直子を夫人に同行させて、慶陽の城に使わしたのであった。柴犬は勅命に接し、明日には直子に添えて、諸々の出事の官を慶陽城中に使わす。慶陽城では長貧たちが出迎えにあたり、 宝物を直視に送って、婦人と制約を交わした。婦人と直視が帰った後、龍縁たちは両末を収めると、鎖国城を目指して慶洋を立ち、龍前楊龍の二人は龍林戦に向かって、龍白魂と共に蓄えた両末並行を鎖国城に運び込む。龍林戦には、 凶金、馬径、路票をとどめて守りに当たらせ、龍園たちは軽葉を立って20日ほどで鎖国城に入城した。これより先、郷土の左剣王の死より鎖国城はあるじを書いていた。その頃、食官の陽閃光の龍兵が脅威の命を受けて母兵に使わされ、 それよりほどなく職が滅んだため、やむなくこの地に留まって遊国城に滞在せざるを得なくなった。遊部の主は郷土の別部出身であったが、漢の老いを自称して流星を犯し、流仙と名乗っていた。流仙は流氷が食官の公爵であることを喜び、義兄弟のちぎりを結んで、 鎖国城の鎮守を任せた。新朝より文書が送られ、食官の隆縁を報じて鎖国城の鎮守を命じるとあるのを見ると、隆氷は人を使わして出迎えさせた。双剣の礼を終えると、隆縁は隆氷を拝して中保と呼び、自ら子と称した。 劉兵は漢の素族であるために、この礼を受けず、劉縁を衰退して左剣王にいただき、自らは老齢を理由に指定に帰る。劉兵は人を使わして劉戦を鎖国城に迎え、宴会を開いた。劉戦は劉縁を一別すると劉兵に言う。 この子を見るに必ずやよく我が五分を盛んにして竜子の相続を再興するであろう。そうでなくては天がこの人を虚しく生じて数千里離れたこの地に至らしめ、左剣王の職に忍じることはあるまい。ついに竜縁を衰退して君とし、それに従うこととした。それより、 流線も心を傾けて、流縁に仕えるようになったことであった。